こんにちは。今日は時には諦めてみるっていうのも一つの手だということについてお話ししようと思います。なぜまあこういうふうな話をしようかって思ったかと言いましたら、うちの年少さんの子供がいるんですけども、おしっこがたまに漏らしてしまうっていうことがあります。まあそのべっちゃり出すわけではないんですけど、まあちょっとだけパンツが濡れるっていうことがあるんですけど、これについてまあ幼稚園の方からも何度か言われたりとか、あとまあ洗濯物も増えるっていうこともあって、もうそろそろおしっこに自分で行けるんじゃないかっていう思いなんかもあって、いろいろと言ったこともあったんですけども、結論からいくと、まあそれも一回もう本人に任せてみるということを思いました。まあこれはまあ一週間ほど前に思って今やっているところなんですけども、まあおしっこ間に合わないっていうのはですね、まあ幼稚園でおいて言えば、まあ早い子はもうないのかもしれないですけど、そんなこと気にせずにいてもいいんじゃないかなと。でネットとかで調べてみても、まあ、同じような悩みを悩んでらっしゃる方多いんですが、私も個人的に相談したところ、まあ、大したことないんだからもうそのままほっといたらっていう意見が多かったです。まあ、当事者である私たちっていうのはやっぱりもうそのことばっかり気になっていくと、どん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 気になっていって、なんとかして、まあ注意をしたりとかいうことで対処できるんじゃないかって、まあ惜しくも一人でいけるんじゃないかなっていうふうには、教えていくことができるんじゃないかなとは思ってたんですけども、これをまあ第三者、特にもう子育て終わってますよっていう方とかに聞くと、そんなもんだよと言われることも多かったので、一回まあこの際は本人に任せてみてですね、それでどうなっていくかっていうのをまあしばらく、そうですね、1月2月3月ぐらいは見ていこうかなというふうには思っています。こう思いましたのも、よくよく考えてみたら、まあ、デメリットというのが、まあ、おしっこを漏らしたからといってのデメリットっていうのが、幼稚園からたまに何か言われるっていうことと、洗い物が増えるっていうことぐらいですので、前みたいにもう全体的におしっこが漏れてしまうっていうことはもう今ないので、もう本当にちょっと濡れるぐらいですから、パンツを洗うぐらいっていうのと、まあ幼稚園から何か言われても気にしないっていうことぐらいしかデメリットがないので、まあここは広い気持ちで一度見つめていこうかなとは思っています。で、自分事だからそういうふうに思いますけど、他の友人からこういうふうな悩みがあるんだっていうふうな話を相談したら、多分お前そんな気楽な悩みでいいなって言われるようなことだと思いますんで、一回まあどうしようもないこともありますんで、この辺は一旦リセットしてですね、本人に任せてみるっていうことでやっていこうと思います。ただ完全に放置するっていうわけではなくて、以前にも増して、時間ごとに、そうですね、1時間半ごとぐらいに一度声かけるとか、なかなか行かないときは無理やり連れていくとかですね、そういったことも含めてやっていけば、本人なんかも自覚ができてくるんじゃないかなと思います。なので、
まあ、時には、まあ、諦めてみるっていうか、よくよく考えてみたら自分のことではないので、コントロールできないですよね。あの、我が子とはいえやっぱり自分ではないので、他人にっていうか、子供と言えども他人になりますんで、やっぱりコントロールできないことはできませんので、その辺一回ちょっと諦めてみるっていうことも大事なのかなというふうには思います。で、逆にまあそうやってもう任せて怒らないというふうに決めていけばですね、だんだん冷静に対応ができてきますし、逆に子供なんかもリラックスできて、おしっこなんかがスムーズにいけるようになってくるんじゃないかなというふうに思います。現在1週間ぐらい続けてはいるんですけども、だんだん回数が減るっていうことはまだないんですけども、リラックスした感じで濡れちゃったっていうふうなことで教えてくれることが多くなってきましたので、そういう意味では良い方向に進んでるんじゃないかなと思います。もちろんこれはあの昼の起きている時間帯だけで、夜寝るときは相変わらずあの紙おむつを使っておりまして、夜はぐっすり寝させてあげたいなというふうに思っております。皆さんもそのおしっこに悩んでらっしゃるっていうことがありましたら、まあ自分のことでなければですね、一度はまあ手放してみるっていうこともいいのじゃないかなというふうには思いますんで、一度一緒にやってみましょう。で、もし、まあそれでデメリットなんかがあれば教えていただければと思いますし、私もこれで効果が見えてくるということがありましたら、またお伝えできればと思います。今日も、最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。失礼いたします。